どうもプラシマ太郎です。さあ2回目ですけども、シーズン4になりまして、このシーズンはちょっとねライバルを作ってそいつと戦いながら、切磋琢磨していこうかなと思ってます。ふんどしアナウンサーこのシーズン4のライバルに任命します。もうふんどしアナウンサーには負けないように、水曜日ブラシマ太郎頑張ります。はい、そしてこのシーズン4のうちのどっかで必ず私ブラシマがふんどしでお風呂入ります。乞うご期待。ブラシマ太郎の海人に会いたい。おっしゃ、負けんとね、今日も海人行きましょう。はい、こんな人やろうかな今日は。ほい、水中で魚と一緒に授業する先生がいるらしい。もう楽しいですやんか。だから水族館的なことですかね。あ、これいいっすよ、めっちゃ楽しい。僕そういうの好きですもん。だからおそらく長なりますね。ほんますか。絡んでなんやしとったら。だけどそこ行く前にちょっと今回おいしい魚食べに行ってから。いいですよ。ほんでまずうまいもん食うて魚を食べて、ほんで魚の授業を受けるんですね。はい、おっしゃ、ちょっと残酷っぽいけど行きましょうか。さあ恒例の本日の腹ごしらえ。新しいコーナーここですか。はい、ここです。暖流さん、はい、ここがその RCC のいろんなロケ隊が来るんでしょ。よく昼飯食べに行きます。コスパがすごいいいという。はい、ごめんなさいませ。はい、すいません。こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。ちょっと RCC なんですけども。はい、なんかRCC のこうロケとかの人らもようお昼食べに来る言うて。そうなんです。コスパが良くてもう大好評。ありがとうございます。やってきたのは広島市西区観音町平和大通り沿いにある暖流。広島で最大級のイケスを完備し、新鮮な魚を使ったボリューム満点でお得なランチが自慢のお店。一番人気の魚のランチはこれだけ入ってなんと900円。そして今新たなメニューが登場したんです。はい、令和御膳っていうのがあるんですが、まさに令和を迎えて。そうです、乗っかりましたね。そう、新時代の幕開けを記念して生まれたのがこの令和御膳。穴子丼をはじめ刺身や天ぷらなど合わせて12種類もの味が楽しめるんです。華やかな令和御膳。はい、これボリュームたっぷりですね。そうですね。どのあたりがポイントなんですか、令和御膳。うちのお店はね、はい、とにかくお魚がメインなんです。おい、お刺身から食べていただきます。した美味しそう。ですお、プリプリ、うまいでしょ。ポイントル、うま島太郎です。ありがとうございます。もう弾力入れた瞬間ブワッときましたよ今。だから噛んでも跳ね返すぐらいの。はい、脂ももっと美味しい。ちょうど今ね、桜が終わって、はい、タイも桜鯛と言われるちょうどシーズンです。めちゃくちゃ味がありますね。ブリもうちはね、はい、よそと違うのは自分ところのイケスに生かしてストレスを取って。うん、一旦そのイケスでストレスを取って取って、だからそれが出るんですね味に。はい、ほいでこれシャコなんかも入って、天ぷら入って、でも季節のまだタケノコのタイタンあって、うん、はい、ほんでこれアナゴ。広島はアナゴです。いや、めっちゃ高級でしょ。そうです。今アナゴ宮島行ったらね、だってちゃんとこれ煮アナゴで一回煮たやつです。すごい仕事や。どうでしょう。うまっ。アナゴ美味しい。この上品な淡白のね。でも酢飯ですか。シャリシャリで。ええ、うん、いや白飯でもできますよ。おいしいです。一個一個のその手の込んだのが味につながってますね。ありがとうございます。ストレス取るとか、その酢飯でいくとかいうのとか。ちょっとね大将、はい、今日ね水中で魚と一緒に授業する先生がいるらしいと。どっか知りません。これやるで、こういうのやってる場所があるんですって。あ、マリホにあるね。マリホ観音
新町のあのマリホ水族館があるけど、そこの先生かね。そこで結構授業、魚もいっぱいいます。大きい水族館ほら、そこかもしれん。いや、4年目にして初めて来ましたよ、マリーナホップ。で、こういう広島の人みんなマリホーマリホー言うてるんでしょ。今生にもなんかなるほーっていう、よう分からんやついますもんね。いや、楽しいとこあるやん。こんにちは。あ、浦島太郎です。よろしいですか、行かしてもらって。あ、わわ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 。こんだけ分かりやすく立ってるから、この人ではないか。案内してくれる人。あ、よろしくお願いします。浦島太郎です。今日ね、これなんですよ。水中で魚と一緒に授業する先生がいるんですよ、このマリホ水族館に。います。先生ですか？私は違いますけど。違いますのリアクションすごかったです、今。私は違いますけど、いるんです、奥に。います。はい、ほんならちょっとやんわり見ながら行かしてもらってもいいです？はい、大丈夫です。なんか2人で来たデートみたいに見えますね。すいません。やってきたのは広島市西区観音新町マリーナホップの中にあるマリホ水族館。サンゴ礁のラグーン水槽やクラゲのホール、天然記念物のゴギが住む渓流などユニークな展示があり、ショッピングモールにある都市型水族館として気軽に立ち寄って水生生物について学ぶことができます。すごい居酒屋みたいにしてるマダイも、まあ、瀬戸内のマダイ。そうです。そういうような、はい、そういうお魚も置いてあるんですか？そうですね、ここはちょうどその瀬戸内の海の幸っていうゾーンになるので、はい、皆さんがよく口にしている魚たちがいっぱいいるコーナーですね。なるほど。お、これは何ですか？これはカタクチイワシ、コイワシって呼ぶ。コイワシ、はい、うわー、綺麗。確かになんかこんな感じで見ないですもんね。そうですね。ちょっとやっぱ特徴的な、楽しい、自分たちの目の前の海がここに現れてるっていう感じ。そうですね、はい、美味しそうって見ていいゾーンってことですね、ここは。あ、そうです、ここはもう美味しそうって思ってもらいたい。逆に思ってもらいたいですか？思ってもらいたいです。全部うまそうやもん、はい、授業はどこになるんですか？授業はこの大きな水槽で。あら、メイン水槽、はい、ここで、はい、授業っていうのは結構どういうことなんですか？ここに人気のマリパチ先生っていう先生が。ちょっと待ってください。金八やりましたよね。マリパチ先生。金八からポリってますやんか。マリパチ先生が登場して教えてくれるんですか？そうです。魚という字はみたいな。いや、でも漢字も漢字も漢字も教えてくれるんですか？いや、もう金八先生ですやん、それ。女性ですか、男性ですか？どっちの時もあるんですけど。どっちの時もある。来てくれるのかな、マリパチ先生。今日は特別に呼んでます、私は。やったー。はい。ほんとちょっと待ちましょうか、マリパチ先生。そこで今日はマリパチ先生を含めて特別に2つのショーを見せていただくことに。さあ皆さん、大変長らくお待たせいたしました。時間となりましたので、潜水ショーラグーンダイブディスカバリー役を始めます。 Welcome to Mariho Aquarium. From now you can watch the dive and hand feed the residence of this lagoon duck.Among them, the humphreadless is the most popular fish. Now, it's time to start the show. We hope you enjoy it. はい、ダイバーさん登場してくれました。皆さん、大きな拍手で ダイバーさん、ダイバーさん。このディスカバリーアクアというショーは、水中でダイバーの装備の説明や餌やりの実演、水槽を泳ぐ魚を紹介するんですが、一番の特徴がなんとお客さんとダイバーが直接会話することができるんです。大きい魚を紹介してください。大きい魚、この水槽で一番大きな魚でいいですか？はい。はい、どうでしょうか？食べる瞬間皆さん見えましたかね？一口でパクッと食べちゃいます。そして浦島太郎の質問タイム。ダイバーさん、今この流れてる曲が
聞いたんですけど、どこで買えるんですか？この流れてる曲、どこで買えるんですか？ネットで買えます。なるほど。じゃあもう一つ質問。もう一つ、はい、どうぞ。中に何匹いるんですか？この水槽、何匹のお魚がいますか？ここには大体30種、40匹ぐらいの魚がいます。30種類、4000匹のお魚がいます。4000。ちょっとにわかに信用できないので、今から数えてもらってもいいですか？わかりました。そしていよいよ噂のマリパチ先生の登場。はい。あ、来た。わあ。マリパチ先生です。マリパチ先生、あれスーツ着てるやん。そうです。すごい。これマリパチ先生っていうのはどういう先生なんですか？海に詳しいマリパチ先生ということでですね、皆さんに海のことを教えてくれます。今から授業してくれます。じゃあまず1時間目、はい、はい、国語の授業からやっていこうと思います。こんな水槽の中で国語の授業できるんですか？はい。まずマリパチ先生が取り出したのはある魚の名前。眼鏡地の魚。眼鏡地の魚。はい、メガネ持ちの魚。メガネ持ちの魚いうことなんですが、どの魚かわかります？メガネ持ちの魚は別名ナポレオンフィッシュ。目の横を通る黒い線がメガネをかけているように見えることからそう呼ばれているんです。その他にも音楽や英語、給食の時間など授業を通じて海や魚の面白さを伝えてくれるんです。なんかこうお魚見るだけでも楽しいのに、こうやってこうね、音楽の授業とかさらになんか興味湧きますよね。さまざまな水生生物を展示し、レジャーはもちろん、その生きた姿を知ることで社会教育にも役立つ水族館。水族館に来たら大体まあお魚見てみたいな感じになると思うんですけど、実はその魚が生活しているこの水の中っていうのはこんな面白いことがあって、普段は何気なく、例えばこうプールで歩いたら前になかなか進まないぞとか当たり前のことなんですけど、そういうのを一緒にやることによって、なんか、あ、水って面白いんだっていうのを再発見できるみたいなのができたらいいなと。水族館ではその海の幸じゃないですけど、命の大切さ、ありがたさをもう学ぶこともできますし、これで興味持ってね、またこの普通の海とか川とかを大事にしようと思いますもんね、こういう生き物を見たらね。マリホ水族館さん、楽しいアプローチで海の楽しさを伝える学べる水族館、なるほーがいっぱいのマリホ水族館、海がとう。海がとうございました。ちょっと英語で言っていただいていいですか？Thank you. うわー、それいいですね。Next week, Burashima Taro's program. Burashima Taro is just walking. Bye bye. 海と日本。